こんばんははんんはいいいいここんばんは、えー、なんんばば映映画画いい大のののお時間がやってま,いりますすす、はいえー、<laughs> 特殊翻訳家の柳下紀一郎でで、えー、ライターの渡辺テレビブロスで柳菜ちゃんと私は、えー、映画のレビュー、うん、インタビューとかいろいろ担当してまして、はい、まあ今。 えいつ出たの今,日です今日出た、これでは、えー、柳田先生が、えー、キリング・オブ・ケネス・チェンバレンかなですね、一人をやってまして、私は、えー、ミュータント・タートルズの監督のインタビューをやって、ミュータント・タートルズはとてもいいんですよ。うんえー また9月できればいいと思うんですがアニメアニメでもうやっぱスパイダーバースでもう世界アメリカの,あのアニメ業界が様変わりした最初の映画という感じでこれは皆さん押さえていた方がいいと思います。で全然また違う話になっちゃったであとはおしいさんが押井守監督が宮崎さんの新作 君たちはどう生きるかについて言いたい放題をやってまして、えー、私たちが夢みたいな作品だって言ったら全然違うよ、うん、これはニャンニャンだよって言ってるので <laughs> ぜひこれ一万字のインタビューなので、うん、ぜひ読んで。よくしゃべれますねえ一万字 <laughs> ぜひ読んでください。はい、いまあ、そう、まあ、まあ、そういうことで、はいえー、そういうのをやっている我々二人がですね、<laughs> あのこうやってこう、えー、今年、あ、今年、あのその月に公開された話題作や、まあ見て気になったえー、作品、えー、映画界の出来事その他についてダラダラと、そうですね。言いたい方で喋るという番組になっております。うんすねはい、えっと毎月、まあそういうわけなので、今回は8月の下旬。 最終週のちょっと曜日はいつだい,たいまあ金曜日あたりを目指してはいるんですがまあその時と場合によって違ってくるって感じですだから9月もおそらく9月の下旬に最終週あたりねそこぐらいに公開された映画についていろいろ語ることができればと思っておりますでえっといろいろ皆さんご意見 質問等ございましたら <laughs> ご,意見ご意見はいらないご意見いらないご意見はまあ,あいただいてもいいですけどあまああまりご意見にはちょっとお答えできないかもしれないしあそうかえっ、ー、といろいろメッセージ等をいただければはい <laughs>、えー、おこお答えできるのは答えていきたいと思っております、はいはい、で今回のえメニューは、はい、まあバービー、はい、もうアメリカで 大ヒットもう史上最高額の講習になろうという勢いの大ヒット作になりましたね。ねそうですね、はい、であと「アステロイド・シティ、はい、ウエス・アンダーソンの新作ですね、はい、あと「トランスフォーマー」「ビースト覚醒」でやなちゃんが大好きな「はい、クライムズ・オブ・ザ・フューチャー」デビッド・クローレンバーグの新作ですね。はい、で、まあ、あと「リボルバー・リリー」が最後。はい です何らしいですよね。っていう感じでまあ時間があれば他にもいろいろお話できればと思います。というわけでまずはバービーちゃんかはいこれは私の自慢のバービー人形私物でございます。えっと一番最初に出たの1959年かな 55年そ,、うん、その時の復刻版50周年記念として生誕50周年を記念して出されたバービーちゃんの人形でちょっと自慢げにはーいこんなのに入って <laughs> これはあの映画の最初でっ、えー、とマーゴトロビーが登場するすあの、えー、2001年のパロディーのシーンで あそうそうそのシーンで出てくる時のこれねこれが最初のこのみじり姿一応こんなナイスバーディーですがティーンエイジのモデルという設定ですねマキさんバービーとか遊んでたんですかいっぱい持ってるんですよそうなの実は実はバービーいやそれがバービーよりも私はタミちゃんの方が好きでなんか バービーはお洋服があんま好きじゃなかったんでタミーちゃんお洋服が可愛かったんでああそっちを選んだんですよ、ね。バービーはやっぱり基本的にアメリカの服じゃなないいと着れないっていうかお洋服はそもそもその人形に合わせた服を作ってるから。で,で日本でそのバービー向けのサードパーティーが作ってるパチモンみたいのとかなこといのいや私が子供の頃です、ね、そのパチモノとかいう概念はなかったと思いますよ <laughs> い概念はあったと思うけど。<laughs> <laughs> だから、ね、なんか私はバービーよりもそっちのなんかそばかすのあるタミちゃんっていう人形の方を選んだんですが私がその奇世界人形出た時はまだあのリカちゃん人形はなかったので、ね、まあバービーかタミちゃん。なんとってことで幼かった私は「タミちゃんでいいや!」みたいな感じだったんです、ね。まさかののそそんなバービービ <laughs>、まあ、でもその頃は、うん 普通の女の子ですかあ。あの、何の今が普通じゃないみたい, <laughs> いや、まあ、あの、ハリーハウゼンのフィギュアとさ、<laughs> バービーと並んでて。こちらに手、手を伸ばすか、どちらに手を伸ばすかみたいな、そういうのだった。今だと、間違いなくハリーハウゼンに <laughs> 手を伸ばしますけど。<laughs> この頃は、まだハリーハウゼンのフィギュアはなかったか、ねで。でも、バービーに関しては、<laughs> あの、割といいモデルが出るようになって、買うようになった。うん、うん。だから、その、すごい思い入れがあるわけではないんですが。 そんな感じです。意外ですね。はい。それ意外な。で、どうでした、バービーは。それが映画にはついていけず。<laughs> なんか。異常にセリフの多い映画で。そうなんだよね。俺もね、そのセリフが多くて、セリフで全部説明されてしまうのがどうもね。うん、それでなんか、まあ、この、この人たちの。 そのアバーンバックとかのさ映画ってそうなんだよなとか思いながら見ててでもそれでもすごかったよね、うん、多かったよね、うん、でなんかテーマがこうくるくる変わるような気がしてて何、うん、か何を言いたいのか最終的によく分かんなく終わっちゃって、まあ、最終的にはあるでしょみんな自分を信じて生きていこうよみたいな話でしょそんな世間の価値観にとらわれずそうじゃないの まあ、もうそうかも。でも、最後に人間の世界を選ぶっていうのがはい、はい、人間を選ぶっていうのが。あ、うん、まあ、皆さんが見てる前提でお話しますが、<う>最後産婦人科にい、いくっていうのが。はいはい、私的には、よくピンと、あんまピンと来なかったですね。人間になるということは。うん、だから、あまりにもストレートじゃない。いや、まあ、そうですよ。だから、まあ、やなちゃんに話したのは、あの、オズの魔法使いとかだったら。ちゃんと、最後、魔法使いに。 心がないって言われた子には何をあげたんだっけ覚えてないな。え、ハー,トをハートあげるでしょ。ライオンにライオンでえっと頭が悪いって言われている子には大学の卒業証書あげて、うん、で勇気がないっていう子にはショあの勲章をあげてだ、はい、かそれがすっごく気が効いてて面白いな、うん、アメリカの合理主義っていいなって私は子供の頃見て思ったんだよ。うん かそういうひねりすらないじゃん最後三文字1ましたって <laughs> は <laughs> みたいなだからんかそこで最後すごいもうちょっと決めてくれればいいのになってちょっと思ったかなまあなんかそういう映画じゃないのねそういう映画じゃないんだねないですねきっ,きっとねでもフェミニズムっぽい匂いも思ったほどしな思,思ったほどなかったなまあここでそのフェミニズム でさいうか基本的にあの剣が虐げられてた剣がさ革命を起こして乗っ取ってそれをもう一度お前はそこにいなさいでお前っていうその,その場所を戻すわけじゃん,うん、うん、でそれだけだとあまりにも、うん、こうひどいからさ、うん、じゃあ,、まあ剣も剣でそのバービーのおまけではない剣として生きていきなさいよ、うん、剣は剣だから、うん、っていうことでするそこでまあ一応話はまとまってるわけでそうすると別にそのじゃあ剣が あの男性優位社会のパロディとして、うん、あのケンダムを作るところの話っていうのは、うん、ただのお笑いでしかないあんまり深刻な話になくなってんだよねうん結局のところね,そうだよね。でケンっていうのはそもそもバービーのアクセサリーっていう存在なんで。うん アクセサリーとまあそりゃ、まあ、そ,そうなんだけど <laughs> <laughs> それはその映画の根本の話だからさ、まあ、だからあとウィル・フェレルとかいろいろ出てるのにあそこら辺もあんまり生かされてないなあという印象があったなああ<ー>ウィル・フェレル私大好きなんですけどだからなんか,なんかめ私からすると瞑想してるような映画に見えて、うん グレタガウィグ・バービックがいろいろあっちこっちからいろいろ言われて言われてわけじゃなくて,てな多分いろんなそのフェミニズム的にはどうなのそのケという存在がつまり、えー、バービーランドではあのーまあ、要はその男性、えー、女性優位社会であるところのバービーランドではケっというのが。うん 現実世界での女,女性のアクセサリーみたいな役割になっているっていうところのひっくり返したところもあればまでは分かるんだけど<ー>そこから先をつまりそのいろんなそのフェミニズムの、まあ、フェミニズムのいろんなっていうほど大したネ,ネタでもないとは思うんですけど、まあ、普,通あの普通の話だと思うんですけどそれと、まあそのえー、なんだろうその、えー、マンスプレーニングネタ。うん あの男,だ男ってだしょうがないよねネタ <laughs>、うん、みたいなものをまあ一通り改築して、うん、あそこで笑いどころで見せるみたいな、うん、形で、まあ、まとめていったっていうことなんじゃないんですかね。ね <laughs> とか一言みたいに言ってますけど、うん、あんまり僕もね正直自分事として受け止めるほどの感じはなくて。なかったね。うん、それとあんまりなんかアメリカで見た アメリカ人に交じって見た人は、うん、ものすごく笑っそれはね僕も初日に行ったんですけど、うん、あの本当にピンクの服着たコスプレしてる人たちうんしたあのー、まあえっ、ー、とコーカシアン系の人たちとしか言いようがないねまあわ、まあ、かんないそれ何人か分かんないから <laughs>、はい、コーカシアンな民族の 方々が切ってて、うん、結構ヒューヒュー言ってもらいます。うん、なんかね、か白人、白人じゃいけないんだよ、ね。だから、者の人たちは、うん、にはすぐ受けてるみたいですけど。うんうん、だから、死者で、アメリカの死者で見た人が、もう周りがもう爆笑の嵐で。うん、自分はほとんど笑えなかったって言ってた。だから、それさ、も,もちろん。英語映画は向こうで暮らしてるぐらいとかできるんだけど、うん、だから、なんか。 やっぱ特殊なものがある、ね、まあ特殊でもないと思うんだけど、まあ、普通にそのあのそこでさみんながそのフェミニズム映画フェミニズム映画って言いますけど、うん、そこで言われてるような内容って別に普通にあの常に問題しっていうか正直小学生の頃からそういうことはアメリカでは普通にやってることな、うん、わけじゃないですか学んでるしあの言われてることだったりするわけで今やね。だから、まあ、そういういああるあるネタで 笑ってたんじゃないですか。基本的にはそうなかな。のか、うん、まあ、よくわかりませんね。<laughs> よくわからない。まあ、僕はやっぱり、そのちょっと、あ、あのね、えっと、いろいろ面白かったですけど、あの、いろいろ、その。バービー小ネタ。の、はい、あの、変なバービーとか出てくるんじゃ。ないあ。はい、あの、車椅子バービー。とか、ね、そうそう車椅子バービー、うちにあるんですけど、うん。あの、車椅子バービーだけ買ったんですけど。あの、なんだっけ。あの。 えっと、子供を産む妊娠バービーああ妊,娠、ね、妊娠バーービーじゃないんですとか手を回すとおっぱいが大きくなるやつとか、うん、あとは謎,謎の剣、うん、あのシュガーダディ剣っていうねシュガーダディって要するにあので普通にあの中ではなんかいやあれはシュガーっていう犬を飼っているからだとか そういう言い訳が多分オフィシャルな言い訳はそうらしいんですけどそう,かそういういろいろネタがあるわけだねううあれ本当にネタ絵廃盤になっ、うん、今やばすぎるんで廃盤になったネタらしいんですけど、うん、そういうその謎バービー謎犬とかが出てくるのはちょっと面白いバービーオタクバー,ーあのバービーオタクってほどバービーマニアでも多分ないと思うんですけどグレータカーギーーがね別に調べたんでしょうねいろいろね そのね、これら辺の、ヌートガーベックとバービーほどにすか。まあ、一応バービー好きだったって言ってみて。<laughs> まあそれは言うよ。バービー好きじゃなかったら、言うはずない。だから、絶対。あの、あの、監督やりませんかって言ったら、<laughs> あら、私、バービーすごい好きだったわって言って、一生懸命調べた。<laughs> まあ、ただ、その、うん、そう,いう、実際、そうかどうか知りませんけど。うん、そういうところがあって、最終的に人間になっちゃうのって、それ、人形としての。 ねえ、人形としての自覚っていうか、人形としての幸せなのよ、それはって。そうなんか<う>トイストーリー的な意味でさ。だか人間になるのが幸せだっていうのは、それもほらありきたりの。めちゃめちゃありきたりでしょ。ね、そう、だからそこら辺で、なんか。 いろいろやってる割には着地点がごくごく普通でっていう感じがして、ね、今のこの時代だったら人間であることが果たして幸せなのかって映画になりそうな気がするのに <laughs> 人間であることがいいになってるんでええ,えどういうことだってバービーランドに行けばい,、ね、い,いれば年も取らずそうもうこんなハイヒールいつも履いても,もうこんなちゃんとこうなってもいいですよんでね。うね着てい洋服着て<う>と思ったんだけどだからまあちょっと、うん よくわかんないっていうのがいやいやまあよくわかんないっていうかまあそのバービーランドも楽じゃないよっていう話 <laughs> でもバービーランドも楽じゃないよっていうので、うんうん、そんなアバターすら脅かすいていうのはいやいやいやすごいですよ大ヒットですからの中こ,かかこれヒットしてないのは韓国と日本だけですからねあそうだから韓国と日本だけヒットしてないのでなんかそのフェミニズムが行き渡ってないんじゃないかってううなんか言ってる人もいるらしいんだけど だけど、それはちょっと違うよね。うん、ちょっと違う気がしますね。なんか。フェミニス、フェミニストは喜ぶのかって言ってよくわかんないですけど。別に喜ばない。そんなにあったことがないんで。よくわかんないんだよね。まあ、あの、え第一おめでとうございますと。はい。いうことで。はい。よかったです。はい。よかったです。はい。あ、日本はちょっとね。はい。ちょっとね。はい。そして、次。はい、これ。はい。 はい、次はウエス・アンダーソンの、えー、アステロイド・シティですね、はいえー、これは私は割と好きでヤナ<あ>ちゃんは大好き、はい、僕大好きですね、えー、ウエス・アンダーソンは、まあ、ほぼ大体好きなんですけど、まあ、これは割と好きな方ですっていうのはあの割となんか人間アニメに近かった、ね、そうだね 人形アニメっぽくなってていつも以上に。えー、でさらに言うとそのこれがえー、っとこれはだからこの「アストロトシティ」っていうのはこれは演劇なんですよね。うん、演劇でその演劇を作ってるメイキングの話があってそのメイキングをを、えー、テレビで放映しているっていう3段階になっててモノクロのねモノクロの当時のあの50年代のテレビっぽくして。 やっっっててていいるうのがあ,って、まあそれもあるんで余計その中で演じている、えー、俳優たちが、まあ、あの役を演じている俳優として出てくるっていうので、うんえー、まさにその人形っぽいっていう操り人形みたいな感じで、まあ、見れるっていうのもあって WEST&DAWS、まあの,の場合はあの僕はやっぱ人形アニメが一番いいと思ってるんで、えー、その次ぐらいによかった。 ファンタィークミトフォックスあれがやっぱり大好きなんであ私もあれは好きだった、うん、これそれに次ぐぐらい好きでしたね<ー>今回はねなんか私は50年代をなんか舞台に一応なってるんであのああいうなんだっけエイリアン 宇宙人が出てきたりはい、はい、それこそキノコ雲が出てきたりそこら辺のなんか50年代のそういうシンボル的なのをうまいこと散りばめてて、うん、そこは私結構楽しかった。うんで スカーレット・ユハソンのジェイソン・スラッチマンが撮ってる写真うん、うん、あれだけモンローの有名な写真でしょうけか,だからそういういろいろその50年代のカルチャーをいろいろ拾い集めてウェス・アンダーソンらしくこう料理し直したかわく綺麗にやってそれであれ えあれワイドスクリーンだったっけでこっちのテレビのが突然こっちのちっちゃいモノクロなれになるっていう、うん、そこもね、うん、あの50年代を彷彿とさせてやっぱそういう意味でもまあすごく作り込まれててそういうのがすごい楽しかったですね。いやだから本当にねあれねあのオープニングとか見てるとですねあの、えー、アニメとアニメあとアニメも使ってるじゃないですか。うん、アニメと その実写と、まあ、そのミニチュア撮影と全部あってす、うん、ぎ目が全然わからない全部すごいきれいになってて <laughs> <かに> <laughs> カット見てあこ,こ,はここは本物ここは,こ,こ,はこれはパックは入アニメ多分アニメだろうみたいな感じで見てるんですけど、うん、よくできてるなと思って、まあ、その作り込みがやっぱり素晴らしいですから あの「ライフ・アクアティック」の頃から、うん、あ,れあれもほら魚のどこを持ってたりでかしてヘンリー・シェリックのすごいかわいい魚のやをかわいいのやっててあそこら辺からだんだん作り物の方にどん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 寄っていって最近どんどんね人間まで作り物っぽくなってきて <laughs> まだそれが嫌な人もいるんだろうと思うんですけど、うん、あんまりねその生々しさを消す方向にいってるんで,で今回もすごいその。 徹底的に生々しさは消してくるんですけど、うん、生々しさ消したところでなんかその、えー、実は話としては結構エモいというか、うん、あのスカレット・ヨハンソンとかがすごいその彼女が、まあ、まあモンローだと思うんですけどスカレット・ヨハンソンが演じているス、えー、カレット・ヨハンソンが演じている女優が演じているキャラクター。<laughs> <laughs> が、まあ、そモンローを模したキャラクターで、うん、本当はすごい彼女すごいいいコメディアンコメディエンなのよって言われてんだけどうん、うん、でもそれが誰にも「私実は本当はコメディーン得意なのよね」とか言うんですけど、うん、そういうこと誰も分かってない、うん、まあまあすごいその傷つく女性の役をずっとやらされていて、うん、ではその顔になんかずっとあざができて「ではそのあざなは本物」って聞たら「いやそれは偽物よこれ」 グリスで塗っただけよっていう、うん、偽物のキャラクターが偽物の傷を負ってるだけなんだけど、うん、でもその傷は実は本当にあるんだよっていう話じゃないですかうん、うん、そういうその偽と見せかけて実はそこにあるっていうのを、うん、まあ内面のないキャラクターなのにちゃんと見せてくるっていうところがうまいなと思ってですよね、うんうん。っていうかなんかマリニンモンロー的にはこの前の映画よりいいのかもしんないね。<laughs> <laughs> <laughs> あ,のあれね <laughs> あれなんだっけネットフリックスの <laughs> 忘れちゃったはいはいはいそう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 、うん、穴であるますは良かったけどね、うんうん、まあそんな感じですかねだから「ステロイドシティ」はなかなか楽しいけど面白いんだけどおそらくストーリーを追うとかそういうふうに考えるときっとついていけないようなちょっと難しいと難しいと思うんですよねいやストレートに見えんだけど、うん、結構その 途中からあ途中かって最初からそうなんだけどそのメイキングの方の話が結構重要だったりするんでうん、うん、このもう本当にまあサブテキスト的な感じで、うん、メイキングの方で実はそのちょっと説明したりしてる部分があったり本編の本,本編っていう,言うべきか分かんないけど <laughs> アステレートシティの芝居には写真でしか出てこないマーゴトロビーがポロッと出してきて、うんうん、実は重要な役なんですよね。 が出てきて、そういういっことを、あの、すごい肝心なアポイントのセリフを言ったりするみたいなところがあって。うんえー、いろいろと、これは、面白かったし。ね、だから、そういう、なんか、ディテールを楽しむ映画になってるんで。ね、そのディテールをどう楽しむかっていうには、まあ、今さっきのモンローの話とか、いろいろ。 なんかもしかしたらそういう基礎知識がないとちょっときついのかもしれないなという気はしたんですけどねあ,、うん、あとジェフ・ゴールド・ブラムがとてもいい役を <laughs> 皆さんどこに出てるか確かめてください <laughs> <あれ S 1> 私は後で聞いてああ <laughs> そういうことと思ったのでぜひともそこはびっくりですがいいキャスティング、ね、いいいい最高ですよねいい私今までジェフ・ゴールド・ブラム一度 インタビューしたことあるんだけど、なんかすっごく変な、<laughs> <laughs> なんかね今まであった中で一番なんか変な感じ <laughs> <laughs> 本人が、本人がなんかだからそのあそうそうもう本当なんかねぬめーっとした感じなのよ <laughs> なんだも何とも言えないんだけど <laughs> <うん S 1> まあいいやまあそういうわけでした <うん S 1> はいはいはい。はい じゃあトランスフォーマーですね。こ,こ,れはい、これっていつ公開だったんだっけど、トランスフォーマーはね、もうもう公開しまする。もうやってる？八、うん、月四日公開。八月か、今もやってんのかな。うん。や、うん、まだやってるんじゃないですか。かトランスフォーマーはまあ今今までずっとマイケルベイ君がずっとやってて。はいえっと、えっと、だこれはえっとだから前作えっとなんだっけあのラストナイト。 アラスナイトの後に、うんえー、リブート的にな感じでバンブルビーがあってあれの続編という格好なんですね。そうかな実はそうそうそう続編続編というか話としてはバンブルー時代的にそうなるのかな、うん、ただ、えーとまあ、話としてよくわかんないこれ94年の話なんですよね実は1994年の話なんで。はい だから一応漢字としてはこの後にそベイ版の話が来るんだとしてもおかしくないので、うんうん、なんで94年なんですかねそこによく分かんないんですけどそれはねえー、っとね確かそのバンブルビーが80年代で。ええ で今度は90年代にしようっていうう、ざっくりめちゃくちゃざっくりでくり、ね、じゃあ90年で、うん、じゃあまあ94年みたいな,なんかあんまり大きな意味は実際あるのかわかんないけど、まあ、なんかそういうい話だったよまああの、えーまあ、ともかくですねその、まあ、最初5作、えっと、前作「のバンブルビー」までの5作、えー、が、えー、マイケル・ベイの監督作品で、うん、まあよくも悪くもね よく悪く悪も,、まあ、もっぱら悪くもですけどもうベイもうベもうマイケル・ベイの,あのこうガシャガシャガシャしてグワーとっと目が痛くなって目,、ね、目がチカチカしてくる感じの, <laughs> あの動きながら変形してあ<ー>変形するんですけどれ、ね、それがなんかだんだんよくわかんなくなってきて変形して,んのかなしてないのかよくわかんなくなってくる、うん、ず常にこうぐるぐる動いてるからでもあれ最初見た時はすっごいかっこいいなと思ったよ。 うん、もうね走りながら変形とかしたん、ね、ですよ最初の時ああいう今までそのああいう機械とかマシンとかロボットとかの CG だけの映像になると重さがあんま表現できてなかったじゃん、うん、だけどマイケル・ベイの一番下のトランスフォーマーでちゃんと重さを感じる表現になってたじゃない、はいうん、すげーと思って私 実はマイケル・ベイも結構好きなんですいませんいいいい別に全然いいですよ私も別に嫌いじゃないですマイケル・ベイは意外と可愛いやつなんで好きなんですけどマイケル・ベイは意外と意外とでもなく普通にこいつ悪趣味だよねっていうたださマイケル・ベイって非バッドテイストな監督ジョン・フランケンハイマーの息子って知ってたいやそれほんとないやわかんない隠し頃言ってるんでしょマイケル・ベイ本人が言ってるって話じゃないですか 俺は,自はフランケンハイマーの子で、いやそれでそれパールハーバーの取材があったのね、うん、それこそ、うん、ハワイでマイケル・ベイのでその時にちょうどあのフランケンハイマーの息子だっていう話題になってた時で、はい、誰かが、うん、手を挙げて「本当ですか?」って聞いたわけよ <laughs> <laughs> そしたら。<laughs> いや、それについて答えられない、次みたいな感じで、もちろん、そうだとは言わなかったんだけど。聞くか、いや、<だ>なんか D. N. A. 検査したら、違ったとか。そうなの。なんなんかどっか養子やられてって、それで物心と、自分のお父さん、ね。ちょっと、ま、ね、フランクタイムのお父さんだと思って、育ったんだけど。なんか、あの。違うの。検査してみたら、違ったっていう悲しい話。悲しいな。いや、負ける上でも、意外と、それ、<laughs> それ悲しい話、意外とだって。<laughs> 意外と、それ、悲しい話があるんだ。 ちょっとねそれも<や>ファンケンハイマー好きなだけにちょっと気になるんだけどそれはいいんですが、はい、それでまあこの映画はいやちゃんとそういう変身シーンもあってね、うん、で中に人間がいながら後ろの,くあの車がガーッと変わるとかはい、はい、すごい難しそうに見えるエフェクツとかすごいやってるのになぜか地味に見えるっていうで、ね <laughs> すごい、それが不思議だったね。え、今回ですか。うん、ああ、まあ、やっぱりベイじゃないとなっていう。そう。いや、なんか本当に、その、マイケメン、本当に何やってるか分かんなくて、困るなって、ずっと文句言い続けてたんですけど。<laughs> ベイじゃないと、ちょっと、なんか、物足りんみたいな。そうなので。ね、ベ、ベイ君の映画を見てる時は。いつも、ピンヒルの綺麗な、お姉さん、ああ、走って言って。<laughs> <え>ありえねえだろうって思うんだけど。<laughs> 今回それがないので何かがたらない <laughs> みたいな気になって <laughs> あ金髪のお姉さんのハイヒールで走る姿がないからだ <いや S 1> みたいな気になっ,ちゃってうそ,ううそういうのがさまさにそのバービー的な意味でちょっと古いというかその古い価値観じゃんベイ、まあね、的なベイ的な価値観。あ米の価値観は古い 美、えー、の価値観が古いっていうことではないと思うんですが <laughs> まあそのねそういうのはねよ,くよろしくないとあの女の子は,、えー、はピンヒールを履いてミニスカとピンヒールで走るだけの <laughs> が脳ではないとで今回はちゃんとこうなんか考古学のできる女の子がね<ー>ヒロインもうだからねなんかこうちゃんとねアップデートされて偉いなと思うんですけどしかし。 ベイが恋しい,いな,ぜなぜかが恋しいいやちゃんとねきれいにまとまってて、うん、あでしかもベイくんやると1時この映画で2時間半頭痛くなるみたいになるんだけどこれちゃんと 2, 2時間7分で押さえてて、まあ、すごいきれいに収まってああちゃんとやってるなと思うんだけど。 <laughs> なんか物足りない感はなんだろう、まあまあ、あの日本に一本ぐらい米があってもいいかなっていう、ね、そうだよね <laughs> いや本当米と、まあ、毎回米だとちょっとねゲップが出るんですけどね前でやっぱり、うん、マイケルベイのってこう かっこいいショットが必ずあるじゃん、はい、映画と関係内容と関係なくだ <laughs> かそこがやっぱりよかったなってなんかもう追憶たまにはベイもないとねみたいな感じです、ね、たまにはベイ君も、うん、ただ私この人にインタビューしたんですよスティーブン・ケイブル・ジュニアそしたら「すっごいベイがやってくれた」って言ってた何 <え>サポートをものすごくしてくれたって<ー>でこの人は自分が監督になるきっかけが、はい、ね、はい、バッドボーイズを見て監督になるでそう言ったらものすごく喜んだっていうの、はい、でベイくんはねほんとそうやって褒めるとむちゃくちゃ喜んでか可いいのよじゃんそれ <laughs> <laughs> いいじゃん <laughs> で、だからほら映画の中にポルシェが出てきて、はいはい、トランスフォームまで今までポルシェ出たことないんですよなんか。そう。なぜか詳しいよ。<し>い <laughs> なんでそんな詳しい。いや、大体ポルシェ出たことない。今回初めてポルシェ出るんだけど、それはあの同じポルテポルシェの900ってやつで、はいはい、900だよね。500じゃないよね。で、それがあのー、あれに出てたやつだね。 えー、バッドボーイズではい、はい、ウィル・スミスが乗ってたやつと同じ車種出てだからそれはオマージュを捧げてもうだからもうメイクも大喜びでそれはなんかそ,のそ,そつがないねこいついやかいスティーブン・ケーブル・ジュニア。いやそれで、うん、いやとても なんか頭が良さそうな人だったけどね。なんかそのさあのこれ前クリードでしょこれ彼う、ね、あれもちょっとあれもちょっとあのスタローン映にこう卒なく。それはね本人が言ってた<え>そういうあのオリジナルがあるやつには、うん、ちゃんとそうやって敬意を払うのが俺の映画の作り方だってっ。書生術。 でもとても感じよかったしあとなんかトラック出てくんじゃん、ねはいはい、もうあのトラックがほとんどスピルバーグの激突のトラックに見えるじゃん悪いやつねそう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 <人>でそれもそうやって聞いたのよ、うん、そしたらそうだったつないやつだな <laughs> そういうそういうことかまあでも次、えー、まあ 次を見ったらまたん面白い次あるんですかねいやあるんじゃないともうあるのよ。まあ、あるんだ。だってあれは女やと終わっててそれの次になかったら困るじゃん。うん、もうね。うん、まあ次やったらもうちょっともうちょっとこう一人だけでもいいから綺麗な人出してほしかった。な <laughs> でも次ってだって DI 上になってる話。行っちゃダメなんじゃうなあそこはもういいのか。ダメなんで。アディア いいです。あはいあまあいいや。はいはい。まあそういうわけです。はいはい。そういうわけそういうわけでなんだもうわかんない。はいはい。というわけで次はい。ええはい。そうだっけ？そうです。クライムズオブザフューチャーはい。インタビューしたんでしょ？あしましたしました。まあ相変わらずしてクロネンバーグ先生。私クロネンバーグの声が好き。ああいいよね。うん。っていうかでもなんかあの。 何、えー、かあれ白内障の手術って言ってたけどまあ多分レイシックもやってるんで<あ><鏡>それはね前聞いた、うん、前インタビューした時に眼鏡どうしたんですかって言ったらそのレイシックの手術をして、うん、裸眼でも見れるようでカメラを覗くく時に<う>眼鏡があってあれっていうのはすごい大変なんで。うん って言うから「そうなんだダメ?」って言われて「<laughs> えいいです」ってなんか眼鏡がなんかトレードマークみたいなね,ああね、うん、印象だったからそうそういやそれがなくなってるから、うん、結構本当に老人感がすごかったよねそう割とまあ相変わらずですそれってあのあれオンラインのうん、うん、なんか向こうで彼が出てきてやってがんるのかなと ああ家から家から覗いたんですけどよく見えない,ああい,いなこれがもうちょっと拡大したいなってこれは拡大して本何を読んでるかを知りたいなっていうのが一番ああそれわかる、うん、<laughs> ありが人の本棚気になる、ね、他人の本棚,気に,なの本棚気になるよク、ね、ロネンバーグの本棚すごく気になる <laughs> とっても気になるよね <laughs> いやあのすごいあの楽しかったですよただクロネンバーグって あのまあちょっとレニいつもインタビューした後失敗したなと思うんですけど、うん、あの人ってこう映画と関係ない話し,しちゃうじゃないですか。私ん時も、うん、あのフィリップ系リックの話で終わっちゃったんだよ。別に、はい、<laughs> トータルリックえトータルーなん何エグジスティエンスかなかえと私がやったらスパイダー。スパイダーでリックの話をし,した。いやだからあの時にリックがなぜかなんか好きなんですかあのエグジステンスの時に。はいはいうん あのハンバーガーの袋に「パーキーパッド」って書いてたから、うん、って言ったらいやそうだよって言ってそこからずっとかないしかもスパイダーの話ですらない <laughs> <laughs> っていう話だったあの人に、ね、話が長くて、うん、一つ質問するとバーッと喋って話は面白いんですよ面白いんだけどその直接関係ない話をされちゃうんですよねうん、うん、だからあ常に具体的な話し,しないとことを聞かないとダメっていうのが まあ、インタビュー鉄則ですけど、うん、あれそれ,それなんででもさその脇道に話した方が面白くないあ面白いんですけどそのだ20分のインタビューとかで脇道そえられちゃうと脇道だけのような話になんですよね面白いんだけどなんかね毎回ねやっぱりなんか負けたなとか思って私はその時テレビブロスでスパイダーで来日した時のインタビューだったんだけど もう堂々とディックのことしか書きませんでしたよ <laughs> <laughs> えインタビューの裏話は聞きたいインタビューの裏話え<ん>彼のだから裏話あ君は裏話になるかわかんないけどそのディックの話で盛り上がってるときにトータルリコールの話になりはい、はい、トータルリコール君はどう思うかみたいな話になり <laughs> いや。 あれはディックの小説とはまるで違うと思いますっていう話で、うんうん、あそれで私はあなたにあれなんだっけディックの、うん、偽物じゃなくてこうほらあれでもない、うん、あの面白いやつ何 <laughs> ディックの小説のタイトルは長編長編,長編だよな偽物じゃなく偽物映画化されたもんね、うん、えーっとねあの もの、をあれ、作るやつだったっけ、もの作る。作る。違った?ん。パーマイルドリッチとかじゃなくて。パーマ、あ、パーマーエルドリッチじゃない。あ、パーマーエルドリッチって話もした。うん、私、それが好きだったんだよ。あーはいはい、パーマーエルドリッチって、あれ、もに、その、パーキーパッドってさ。パーキーパッドの日々っていう。短編があって。あれ、ねうんうん、あれ、あれは、その、人形ごっこじゃない。あ、うん、人形、そうそう、パーキーパッド、人形パーキーパッド人形をいかに。<laughs> あの着せ替えですごくちゃんとするかっていう話で,、うん、でそれで勝負するっていうでそれが、えー、とあれに、あのー、パーマイルドリッジにも入ってるんですよあ入ってたねそうそうだからその話じゃなくてそうじゃないのよすごくえー、もうちょっとすいません <laughs> <な>前えやなちゃんと SF マガジンでディックの話しなかったねし,し,してますよ、ね、いくらでもしてます何度もその時に何ユービック アユービック。アユービックはいビックじゃない。それを映画化したいって言ってたような気がするユービック一番ねわかりやすい,い,い、うん、あいいエンターテイメントになりますね。あそうそうそう。そうね、ユービックだ。うん、そうそうそれを映画化すると面白いんじゃないかっていう話で落ち着いた原稿がテレビブロスにまる、あ、でディックの話していくだけみたいな感じで終わったけど <laughs> <っ>私としてはとっても楽しかった。 そうなんです、ね、でスパイダーはおそらく本人は気に入っていないだ,うだってそのあとインタビューした時に、うん、その後は電話インタビューだったんだけど何の映画だったかちょっと覚えてないんだけどその時に前私スパイダーで来日した時にインタビューしましたって言ったら「オーマイガー」oh、って言ってたから、はい、えそれは単にまた同じやつが来たかって言ってた違うと思うスパイダーの話はしたくないってことで本か スパイダー普通に僕も多分そのインタビューしてるんですけどスパイダーの時普通に面白くね重ね着いいですよねみたいな話をしてた気がしますそっかまあそれはその時はいいっていう当然その後ってじゃあれかデンジャラスメソッドですかねあデンジャラスメソッドっう多分一緒に多分したんだと思いますそれ全然覚えてないんだよね3人三人ぐらいで共同インタビュー大村のお嫁さんは誰かと え、じゃあなに、あぼく思いのぞみあれでいや、俺なんじゃなかったのかんないけど、誰か三人くらいで共同インタビューした記憶が。じゃあ私だったのかなたぶん。いや、そうでしょ。まきさんがいたら覚えてますた。まきさんと一緒にやったけだだそうです。はい、じゃあまあ。あ、でもプライム・オブ・ザ・ビューチャーの話。これ楽しかったですよ。いろいろとね。あの、びこもてんがね、 ずっとやり続けてる。のがね、まあ、年だなと思って。いや、年だな。って <laughs> <年>いや、いや、あれは、年、年の。年ってことでしょああ、まあ、ね。うん。うん、もう、だから、多分、あ、あの、黒猫、ね、本人も。多分、その喉に。喉が絡ん、痰が絡ん,んで。ええ、うん、と、まあ、やってなかったけど、多分、そういうのがあったんで。うん。年の表現として。まあ、でも。<う>ビオモーテンセン、お気に入りじゃない。四本目だもんね。 4本目で一番最初がイースタン・プロミス。いやいやヒストリー・オブ・バイオレンス。私はイースタン・プロミスがすっごい好きだったんだけど<ー>でいっぱい出てるけどこのいわゆる内臓系は彼は初めてでだし、ね、今回が一番そのクローネンバーグの分身っぽい感じですよね。 なんか見てくもちょっとなんか似てじなんかちょったら <laughs> 毎回そうだから常に <laughs> <ん>あの自分に似た感じにするしちゃうんで,ですけどまあ今回も何か,かあの全然意味不明の家具がよかったね。<laughs> のこののななんかか意味ある あれなんかあの全部さあれもそうだし <laughs> あの寝床, <laughs> 寝床あのベッド揺れるベッドも <laughs> <う>あれもすごい寝心地悪そうでゃ, <laughs> そうそうゃ,ゃ。<laughs> なんでわざわざあのんな煮心地の悪そうなものと,とか <laughs> <う><分>あれのいちいち作ってるのがなんか,か、うん、笑えるなと思って好きでしたね、うん、でも役者は結構ね。 いいい役者っぱい揃えてた。クリスティン・シチュワートね。クリスティン・シチュワートは結構好きです。みんな好きだな。やっぱりレア・セドゥが好きですかね。レア・セドゥレア・セドゥ大好き。あそう。大好き。いいです。何見て好きになったの何だろうアテル・ブルーは何とかとか。あれ。あれ。あれ。なんか長くなかった。 長いけどなんかラブシーンが異常に熱があって、ね「ってってね、本当やったんですか?」とか聞いたほぼ主人公の女の子に <laughs> なんか割とラブシーンの話をいろいろ聞いてはい、はい、で聞いたら通訳さんが「もうそれぐらい見せてください」って言われて <laughs> 通訳ストップ。 マキさんが今までで一番聞いてるんで、もうそんなにやめてくださいって言われて <laughs>、あ、すいませんみたいな <laughs>。っていうんで、よく印象に残ってるんです。<laughs> すいません。いやいや、まあいい映画でしたよ。はい。はい。ええ,あと,えあと3分しかないのいやいや。はい、アクライム・オブ・ザ・フューチャーの話。うんまあ、一応、新作あるらしいですよ、この後と、すでに。 クロネンバーグのもう撮り終わったって言ってたこれ1年前の映画ですからねあそうだね実は去年の館内でたんでうんえ次はどんな映画なの全然知らないですうんいやまあちょっと楽しみにして今回ねまさかのギリシャ撮影ですねまあでもそうねちょっとちょっとあのクラッシュ的なところもあったしね まあでも、山田さんが婚約しているクラし。なんか全体にあの、こう楽しそうっていうか、幸せそうな感じで。無理してない感じがするよね。あんまりなんかもうさ、割とだから、その。身体改造変な、あの、まあ臓器を作ってうん云んとかいうのも。何、何人が楽しいのか、いまいちわかんないんですけど。あの、あれで、正直、あの、き話として、ビゴモーテンセンが。 カリスマアーティストになってる理由は全然わからないんですけど <laughs> まあなんとなくみんな楽しそうだからいいじゃんみたいな <laughs> そんな感じの映画。きっと監督が楽しかったんだと思そう,そう、うん、はいじゃあというところでまあなんか恒例になってきて亡、ねはい、くなった方の話で、うん、まあ今日ここに私のまた秘蔵のポールルーベン、うん、はいピーウィーハーマー。 えー、亡くなっちゃいましたね早い70歳だったんですね、えー、そうかちょっとね、うん、なんか後半がかわいそうでま,まあかわいそうでも本人は結構楽しそうっていうかやっぱりつらかったんじゃないんですかいつまでもウ v であり続けることがでもなんかあの,あの事件が起こったと結構そういう感じじゃなかった<ー>割ともうやっぱりそのウ v やっぱ変態だなっていう人もいたんだけど、うん、なんか俺は なんかその p u ー・ハーマンとして子供の前でキャッキャーあの競争的にはしゃぎ続けなきゃいけないっていうことがやっぱ結構つらかったのかなっていうどっかでなんかあれでねいろいろすべてそのそっちのペルソナルでも捨てることになったわけですけどそれはうんその後はなんかすっきりしたつきものが落ちたみたいな感じでも仕事もなくなったんでまあまあそれはだいぶ減ったでしょう圧倒的に。 仕事を上げてるのがティム・バートンとあのティム・バートンの「バットマン・リターンズで」で、うん、ペンギンのお父さん役をやってたじゃないそれであとマチルダとか全部出てるんだけどそれやってのダニー・デビートでペンギンだからさ <laughs> <laughs> ペン,ギン息子から仕事もらってたみたいな。<laughs> 感じでまあ本人はどうだったのかなと思って。まあね、まあ、まあ、その <laughs>。バートンとジョン・ウォーターズだからさ、最初に戻ったみたいな。<laughs> ある意味。まあでもあの、あれは好きだったけどね。あの、なんだっけ、ピーウィーの大冒険はあ冒険まあ、バートンはやっぱ圧倒的に音がある。ある 本があるんでそれははお返しすするっっていいう思思絶対あったと思うんですよねだってあれはデビュー作長編のデビュー作だからで結構本当にインタビューとかでもすごいその自分を信じてくれてみたいなこと言ってるから、うん、ティムくんうん,うんまあそこはあったんじゃないですかねそうだねうあれは大変楽しかったあれなんかすごく自転車盗まれてそれ探しに行ったのかなそう それで、なんか性格の悪さがよく出てて <laughs> <laughs> そこが私は結構ツボだったんだけど性格悪いんだこの子ードもって、うん、こあの子供も子どいじめたりするそうそうそう <laughs> まあそこら辺が結構ツボで確かっていうまたその後にビートルジュースを作って大ヒットしたえそうですでその後バットマンうんまあピューグも大ヒットしたからねあヒットしたゴジラとか出てたねそうそうそう はいはいそして、ま、残念でした、えー、はいそして、はい、えー、あともう,もう一方もう一人もなんかこの人もある程度変異変で態 <laughs> なんじゃないかもしれないっていうウィリアム・フリードキンですかね,、えー、ねフリードキンがねまあ亡くなってこれも七7七えっいやそんなんでもね七十七とかかな,うな,のかな多分そんなもんだと思う八十す8前だと思うんですけどね

傑作で天才だけど、うん、性格は悪いって全員が言ってただ一人 <laughs> あの人はいい人でしたって人一人もいないってすごくないすごいね。本当すごい本当に映画,映画でど映画でどいかにひどい目にあったかっていう話みんなする。すごいね。死んだ人に対して。そ,そ,うそうえそれはジョークじゃなくて。ジョークと本当にだって本気で言ってんのて。本気だって死にそうな目にあってますからね。そのフレン・チコネクションとかああの交差点の下のとこねそうそうと。でも生でやったんでしょう。生でやった。生でやってしかも生あの ぶっつけで死人が出なかったのが奇跡だとか言ってそうだって赤ちゃんこうやって <laughs> あれほら赤ちゃんを乗せて乳母 <laughs>、うん、車をこうやってる人もまさかあんないんだとは思わなかったとかいう話だもんねともかくさ誰一人いい人だったって言わないってすごいことだなと思って、うん、まあ天才っていうかや,や,やっぱりやばい人だった な映画はいってあれじ見ないですよ映画はすごい天才だって言うんだけど、うん、しかし人間的な最低だっていう <laughs> えそれってさもしかしてあれなのかなデビッド・フィンチャーも死んだ時にそさ <laughs> 言われるのかないや <laughs> まあでも <laughs> フリードキンみたいな人はちょっといないと思うんですよそれはあそこまでむちゃやったってやらせたむちゃっていうか何だろうなあそうよねだからあそこの、うん やなちゃんに聞いたんだっけ、あのー、エクソシストのすっごく寒くなるシーン、はい、すごい空気感があれすごい伝わってくるようなカメラワークだったじゃん。うん、ですっごい寒くなって息がもうどん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 白くなるのは、はい、ああいう巨大冷蔵庫の中でやったっていう話よね。だ <laughs> <そ>だからら今だったら 全部デジタルで息とかできるんだけど、うん、当時はできないからみんな自分ってね。全部全部実際にまあまあそのアクションとかも全部今,今と違うから全部その通りにやったんだ、うん、恐怖の報酬のトラックを全部本当に走ってほんとにあの、えー、橋の上をあの釣り橋を渡る、うん、本当なんだっていや言うんだけどいやそれはおかしくない <laughs> <laughs> だって他の映画はそんなことやってないよ別に <laughs> この人だけですよやってんの全部本当にやってんのは <laughs> まあすごい人ですえじゃ最後までずっとそうやってたのかなこのキラースナイパーまであキ,ラキラージョーね <うん S 1> キラージョー大好きな僕ら私も好きですよフライドチキンの新しい使い方を教えてもらったって感じです。たね <laughs> 最後までこれだよなあれもでも何ももか聞いてたらジーナ・ガーションが「あれあジーナ・ガーションの写ン,ンがすごくないすごいお本当笑ってびっくりしちゃってつかみ,みはこれかとつかみはばっちりってこのことかと思って <laughs> あれ女優としたら複雑だよねでもジーナ・ガーションも言っててあれを彼女が最初はすごく親切にしてくれるんだけど、うん、その後半になって彼女が悪女の本質を出してくるとどんどん冷たくなってくると。 冷たくなるっていうのはあのフィード筋が,が冷たくなって扱、うん、いが悪くなってくるんだって、うん、であの後からでなんでなんかそう嫌われてるなんでこんな嫌われてんだろうと思ってたら、うん、あの後からあの考えてみたら見たらそれは要はその役に合わせて、うん、こっちがその嫌な気持ちになって嫌な気持ちを出すように、うん、わざと冷たくしてたのかなってでも、うん、それ後で彼女が。 そう思ったっていうわけだからね、うんうん、本当に嫌なやつだっていう可能性も。だからそ、ね、見てない人のために言うと、ジーナ・ガーシュが、えー、出てくるシーンで、えっと、トレーラーハウスに住んでるんだよね。うん、で、そこドアトントンって叩いたら、<メ>ジーナ・ガーシュが出てくる。 下半身地震がすっぽんぽんで上だけ来てるんじゃなかったっけそれで出てくるからもうびっくりで、ね、デビィルハーシュの顔の真ん前に股間がパーっどんなんやこれとなんか私もこれは日本未公開のビデオスルーだったんね、うん、だけどこれは一見の価値がいろんな意味でありますので <laughs> ぜひあの変態 変態保安官でそうそうマシューマコの日が出ててこれがロリコンなんだよ <laughs> もう変態しか出てこない,ててい,い最低のやつが出てこないっていうすごい話なんだよな<う><う>なんでこれ,れうキラースナイパーの本当はフレッチコネクションの話笑,<笑> <laughs> いやまあそんなねクルージングがちょっと忘れられないですね最初に多分ね<ー>最初に劇場で見たのはクルージングなんだよねごめん私一番最初劇場で見たのはフレンチコネクションあ僕テレビで見ましたまフレンチコネクションとヤコペッティの残酷大陸の日本らしい日本だってじゃないですかどっちもやばいよね <laughs> どっちもやばいなんか同じ年に、うん、あのー なんだっけど、ダーティーハリーって一緒にね、はいはい、フレンチコネクションとダーティーハリーって同じ年に出て。うん、まあ、どっちが好きかっていう話になって。私はフレンチコネクションの方が好きだ。ったのね、うん、圧倒的にフレンチコネクションだったな。うん、まあ、エクソシストも実は効果、もう、風切りでみたいになるんです。<laughs> <laughs> エクソシストは最初、見た時は、いまいちピンと来なかったんだけど。その後。 大人になって見たらとても良かったね。そうですね。うん、まあその最初はどうしてもそのなんつうんだろうあの仕掛けの方にばっかり注目しちゃうから、そうじゃない方がそ,<の>そうじゃない部分がずっ面白いんだよねド。ドラマの部分がすごく良かったですね。やっぱ大人にやっぱ映画ね何歳の時に見るかで見てもう一回見直すとどういう反応かっていうんでやっぱ違ってくるよね。そこ面白いなと思うんだけど。 いや、いろいろね、ウィリアム・フィードキンはね、いろいろ語りたくこといっぱいんですけど、あんまりやってるときりがないんで、ジャンヌ・モローが奥さんだって。そうそう、モテモテですからね、やばいですよ、ジャンヌ・モロー。変態だからモテモテなんだから。いや、変態じゃなくて、ちょっとね、でもジャンヌ・モローと付き合うのってすごいよね。いや、恐ろしくて、付き合うジャンヌ・モローってさ、そもそもその前って誰かと結婚したりしてたの知らない。 でもなんかあんまりその結婚とかしするタイプじゃないですけリチャードソンとか付き合ってなかった,付き合ってたと思いますそうだよね、うん、マドマーゼルとか出てるもんね、うん、確か付き合ってたんすうんもう突然炎のごとくの時からこう書か <laughs> こうてたもんね <laughs> はいじゃあまあそんな感じで、はい、話は尽きないんですよね,ね、はい、というわけで5本目はいそしてこのあとこの話はそのリボルバリードン どん、私が、はるかさんの。そうです。私、支社に行ったら、なぜ来たんですか。支社に来てをさ、い、そう、言わそれ言われる、すごいよね。お前に、お前え、なんで来た、いや、なぜ、え、なんで来たんですか。私は時々あります。なんで来たんですかって言われることあります。時々ね。まあ、あんまり来てほしくない人な、こかはい。まあ、俺が、俺が行くって言うのはまずいなっていうことは、あの。支社、やってる方も分かってるから。あの。 えとか言ってねこの間この間もちょっと某東映の映画に何見たのあれああの明日私が見るやつ明日三時間のやつでしょそうそうえダメダメっていうかさ俺が見に行くわけないじゃんなんの映画いやー私も見に行くはずないのよ <laughs> だからさ三時間って前もって言えよみたいな感じでさいや知らなかったよ知らなかったんだ三時間ってあだいやねまあ星取りで見に行くことになったんですけどだいたい星取りであの邦人の星取りは 長い映画は全部、マキさんが拒否するんで。拒否しちゃうんで、その三時間かとか普通入らないよ。だから。入ってくるから。国会インベアとか、九十何枚、よし、それに行きましょう。<laughs> <laughs> もうすごく入ってくるから、マキさん、よく。伊藤さん、言わなかったんだよ。だから <laughs> そう言ったら、拒否されると、分かってたからでしょ。ええ<ー>。私はもう見たから、もう、あとはマキさんにも見てほしい。見てもらうと困る、うん。いや、私、あの人の。 <laughs> その話はいいんでですすよこれるかさんがリボルバーディリ,リーというねこれリボルバーを持ってこれ本当にさあのグロリアねひ <laughs> <laughs> と一言で言うとねこれ本当に本当にこの人さリボルバーしか持ってないんですよ、ね、てか、まああの,他の人のオートマチックを持って打ったりはするんです二丁堅になったりはするんですけど基本リボルバーなんで。 っていうことは、あの6発打ったらさ、う全部、あのいそういき、うん、を捨てて入れ直すでそれでその 100, 100人ぐらいいるじゃん、100人ぐらいいる前でさ、うん、6発打って、うん、全部抜いて、また詰め直して6発打って、一発、100発、100中だから、必ず当たったら倒れるんだけど、相手は。それにしたってさ、もう,せもうちょっと、せめてもうちょっとこう。 うん、ねえ効率よく方法あるでしょうと思っておとなしく使おうよと思ってだってタイトルはそれなんだからもう仕方がないわけですよ <laughs> ウィンチェスター・リリーだったのま私やってたわけですよ、ね、ちょっとどうなのと思いましたけどねいやーなんかまあでも私綾瀬はるかは結構頑張ってたんじゃないかなと思った林はさんはよかったですよで私が気に入ったのはなんかその後ろにいるなん え、あ、シシドカフカっていう人が、ウィンチスターュを着物着て、上から。こう、ね、はい、狙ってウィンチスターって、と。着物の女性っていう組み合わせが、結構いいなと思ったの。元馬族の。うん。いや、なんか、その。元馬族の将婦なんですよね。あ,あ、そうなんだ。いや、いや、そこだって、娼官じゃないですか。うん、うあそうね。あいつあるかな、その、が、その、行く場所が。 玉の,井の召喚で、うん、まあそこが彼女の本拠地というかあの巣になってるんですけどそこをまあ襲われその軍隊に襲われて撃退するんですけどあれずっと気になってるんですけど愛沙はるかって知らない <laughs> いやなんかそれ映画の中でだってそう考えたってさあそこ召喚としてやったるでしょでうでも召喚としていないからね。ね、うん あのシードカフカとかもやる。そうは見えない、あの若い女の子だけ。<laughs> <laughs> いや、こんなこと別に、ね、別に気にすることじゃないのかもしれませんけど。いやでもそういうディテールいろいろ気になる映画では。あったよね、まあ、すごい、あの、あっさりした感じね。ざっくり、いろんなディテールがざっくりしたんですよね。だから、そこら辺のセットもかなりざっくりだったよね。ねざっくり。でも、結構お金使ってましたよ、ね、あのセット。 あ、そうなの。でしょう、あんだけセット作ってんのから。え、じゃ、それなりになんか、すごい安っぽく見えたよ。いや、本当にね、その、いろいろ大変なんです。まあ、なんか、なんか、その、えー、まあ、グロリアなんで。その、大金の秘密を抱えた少年を、<laughs> まあ、あの。綾瀬はるかが守って、あの、どこぞに送り届けるという。うん。どう、それを、まあ、その、えー、べ、日本陸軍。 が言ってたかって襲ってくるんですけどなせ指揮官が頭悪いんでどうしようもないっていう <laughs> いやなんかねまあ今さっき言ってみたいに女優陣はまあがまあ頑張ってただけど男性陣が私からすると全滅に近かったなちょっとね久々に見てられないって感じになっちゃったな ちょっときつかったなそ,そもそも山本五十六ええー、ああ安倍さだ何あれあれなんですかね何よくわかんない。<laughs> よくわかんないっていうか私今まで山本五十六誰が演じたか調べたら <laughs> まあ山村山村そうじゃないですか。やっぱ山村総もそうそうそうト,ト,ト,トラトラトラもそうだし三船敏郎もやっていたし、まあ、三船ね。まあ、三船ねえなんで彼 <laughs> もう、ね、山村そう三船敏郎安倍佐藤っていうこの並びすごいあまりの薄ごさですごいよ、ね。 なんかちょっとよく理解できなかった、ね。いやいや、あれはね、本当よくわなくて、なんかあとそのえっ、ー、となんだっけ、佐藤治郎とか出てくるんじゃないですか。あ,<ー>あのオーバーグトの人。そうそうそう。いやもう見てらんなかった。いやだから。<laughs> <laughs> 佐藤治郎がなんかそのヤクザの親分がなんか役で出てくるんです。で、その佐藤治郎そのとかに安倍三郎とかにああいう役をやらせるっていうのが、うん、なんかその狙いなんだろうと思うんですけど。うん。 そどういう狙いか分かんないっていうか迫力はないじゃんコメ,コメディーかなと思うんですけどでもその重要な役を重要な役をコメディーにする意味ってあるのっていうか別にコメディーは全然笑えない,えないよね、うん、むしろ笑えたのはえ <laughs> 何 <laughs> あ,のあ,あいつですかえ、はい、ジェシー君 ジェシーねうーんなんかいやー割と監督に同情しちゃったっていうか同情 <laughs> <laughs> の,の余地はあんまない気がしますけどね,<え>ねでも OK 出さなきゃいけないんだよ。<laughs> やなちゃんキャスティングしたのは彼が客ゆきさだいさおがキャスティングしたわけではないんですかね うん、だからキャスティングがきっと<も>決まってたんだよ。だからあ,ある程度はね、たぶん、これあのあー、ジャニーズマターでしょ。主役のこの羽村。羽村この子の方がまだ全然うまかったよね。<laughs> いや、うまくはないけど。いや、うまくはないけど。<laughs> で、この人もさ、<laughs> 私。 そのたジャニーズまとえないです。またいやそれぐらい私も知ってるよ <laughs>。いくら私が無知だとはいえ <laughs>。でもその人もちょっとな、ね。まあほとんどなんか進撃の巨人と一緒じゃなかった。っった長谷川下宏のオーバーアクトという意味では意外と大差ことないです。もっとひどいもっとすごいにいっぱいあ、ね、えじゃあ進撃の巨人の人でしょこれ。そうですそうです。す巨人の方がすごいじゃん。 すごかったよ。<然>でも、あんま私にとっては、変わってなかったよ。よ丈夫ですか。うん。僕はやっぱり、長谷川博之の,の一番。いや、いろいろすごいの見てますけど。一番すごかった、なんだっけ、あの、うん、西島くんがで、主役だった。えっ、ー、と、なんだっけな。モズ。モズっていう劇場版があって。うんうん、それで、なんか、その、よくわかんない。あの。えー、バズーカ砲とか撃つ。 タイでバズとか打つ謎の男として出てくるのが最近、えー、最近でもねえかあのオーバーキャスト的にはかなりオーバーアクト的にはかなりのレベルが高かったっていうかなんかオーバーアクトどころか割といつも一緒の印象じゃんいですあ、まあらああ引き出しはあんまりない<笑><笑>そんなことはないですよ多分そうか いやーなんかねーこれはね続けば続くほどねネタいっぱい出てきますからね大変な映画ですしかもこれがあこれ毎回言ってますけどあのなんせ、えー「バービー」よりもヒットしているという <laughs> それさ手ここら辺のテ <laughs> いや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  <laughs> <laughs> あでも一番最後にね、うん、一応なんか続編を考えてる風な作りにはなっていたよね続編作るんですかね いやあんまりヒットしながらてかこれなんかそのリボルバーリリーシリーズみたいなの作りたいんじゃない,ゃないの多分うん、うん、そんな感じですよねそうそうそう。だ原作があるみたいだし原作はなんかそのなんだっけグロリアっていうのはいつもグロリアもエマニュエルウンガロのいつもドレスを着てたじゃんはい、はい、ねあのあえていろいろ アクションしなきゃいけないし、うん、大変なのにいつもウンガロの綺麗なドレス着てて,てでこの子この人もいつもいいお洋服着てるからはい、はい、そこもきっと真似してんだなと思って <laughs> ま、ね、オマージュって感じだったまあただあっちの方はね子供はもうちょっとちっちゃいんだよねははい、はい黒人の子で、うん、これちょっとでっかいよねこの子 <laughs> まあねジャニーズっていう縛りがあったから仕方なかったのかなどうなんですかね でっ,けでっかいまあでもそもそもねそのこの子を助けて送り届けるあれもいいあのかなり強引というかたまたまそのあったたただけですからねたまたま列車の中で会って襲われているのをなんかちょっとこれ子供を襲うなんて何事みたいなことで助けてそしたら実はこれがあのもともとんか。 関係があったとでかるそんな都合のいいいいい話ああるとまんじゃなやこのねいろいろそんな都合のいい話あるっていうのはそもそもお金を軍に使わせたくないっていうお金なのに最終的には軍が陸軍と海軍の違いはありますけどいや海軍でも軍なわけじゃだから消滅した方がいいわけでしょどっちかっていうと軍に使わせるくらいだったらお金なくなった方がいいわけよねまだね。 というの思いとしては、そうだったわけでしょ、うん、それなのに、なんで向こうにやろうと思って、一緒になるのか。<laughs> あれ、これ、ストーリーはどうなってんだろうとか思っちゃって。まあ、ストーリーとか、そういう難しいこと、誰も気にしてない映画。<laughs> 難しい。ストーリーって難 <laughs>、難しい。難し<む>い。いや、だって、誰も気にしてなくない、これ。ジェシーとかさ、何も、お前何も気にしてるだろ本当に。いや、笑うな。うん なんかまあ久々に笑わせてもらった <laughs> コメディねこれがすごいこの東映の,の力の入り方を見て皆さん分かってほしいですこんなに、うん、こんなすごいのを作ってでもまあ女の子はまあ女の子って3人しか出ないんだけどさ <laughs> <laughs> 女の子はよかった あ綾瀬はるかの銃の構え方とか結構好きだったよ。それでこう打った時に目をつぶらないちゃんと開けててまああれ後からねデジタルで入れてるからいらないのかもしれないけどちゃんとあそこら辺はかっこよくてあとシシドカフカとかいう女の子もとてもよかったね。ですだからいいととこもちゃんありますて感じでどうでしょう はい、対映とろでね。はい。えどうすんもう一本えにで、はい。じゃあメグメグえメグやのメグメグ一応一言一言でぎっとくメグメグツ見たんですよね。私の好きなジェイソンステイサムです。はい。でもこれさいやまあ僕はいろいろすごいよ一位だよ。だ人。だってずっと一位ってキングダム映画じゃなかった？はいキングダムの三作目。 はい、それを破って1位に踊り出たんだよ。なんと。すごいですよ。さすがジェイソン・ステーションはね <laughs>、うんそう。これは本当にねずっと見て,見てからずっと水圧をなめるなって <laughs> <laughs> 本当にね <laughs> ふざけないだって海底1万メートルの海溝の底に行って <laughs> そこで普通になんか夜圧服とか着て外出てきますからね。しまいになんかその なんかはあの鼻から水抜けば大丈夫とか言って <laughs> いやお前一瞬でぺしゃってなペシャ <laughs> おてキャメロンが見たらもう怒りまくるよね <laughs> ふざけんなとか言って, <laughs> って <laughs> すごいねそのふざけんなとかすごくてあんまりそういうと気にだから別に地下にい行かなくたっていいじゃん目が出てきちゃったらいいんでどうせアクションは水面でね近くでやるんだから。 そっちこだけでいいのよ、わざで、わざでね、深海に行くからね、と舐めんなよ、こらっていう、うん。まあね、私はほら、もう一個、このメイグだけじゃなくて、こう、イカみたいな、イカみたいな、タコみたいに出てたじゃん。タコ、ね。タコ。あれをもうちょっと全貌を見せて欲しかったなと思って、<ー>なんか足だけじゃない。そうですね。あれはちょっと、ハリーハウスオファン的にはさ。<laughs> え、全部見せろよ、みたいな感じになったの、うん、<laughs> いろいろねあって、あとね、あの、なんか。 陸、水性爬虫類みたいなの出てくるんですよ。うん、後半あ。はいはいはい。あっちどこにいたの?。わ <laughs> かんない。<laughs> どこにいたんだ、あいつと。でもそういうこと。そういうことはね、気にしない。<laughs> まあ、でも中国のね、資本がいっぱい入ってるんで。はいうん あのジェイソン・ステイサム以外は割と中国人でヒロインの女の子が14歳なんだけど法令線が34 <laughs> 歳ぐらいでもうそれが私は日妙に気になっちゃって <laughs> いやいやこういうさこういう映画短くしゃべるとさ、うん、ひどい話しか出なくなるよくないねこれね本当によくないよくないいいところもありますジェイソン・ステイサムはすごい頑張ってて活躍します、うん、そいやでも 話す趣とか水圧とかそういうこと気にしなければいい。あ <laughs> 頭水圧だ <laughs> 水圧とか言っちゃダメなんだよこれで水圧気になるもんだって。<laughs> えー、そうです。まあでもまたさんが作られたら言ってもいいとは思ってますよま、ねうん。なんかこの原作あるんでしょ。えあるの。あるらしいですよ。原作いっぱいあるらしいんでストーリーがまだまだ。おいいじゃん。うん だってジェイソほらあのスだあのダイビングのダイビングっていうの,あの,この飛び込みはい、はい、の選手だったからねあそうなんですかそうイギリス代表よ、えー、あなんとだからお得,お得意のお手の物、うん、お手の物で、はい、ジェイソン・ステイサムはとても何度かインタビューしたことあるんですけどとてもいいおじさんだみ声じゃないはいははい ほんでそれは敵屋をやってて声が枯れたって言ってたっ <laughs> <laughs> ずっとチケットレチケットレよチケットレよ <laughs> い<や>って,言ってたなんかこういろいろ露店でなんかバッグとかいろいろパチモバッグ分かんないけどそういうの売っててその時に声が借りたとか枯れたって言ってたあ<ー>まあでも彼がこう役者やっていけてんのもあの人のおかげだからねえ前、うん、ほらあの人の 旦那だった人。まどんなの旦旦那。那。誰。えっとロックストックスの人はえっとねなんだっけガイリッチガイリッチはい今度ね今度ガイリッチの。オペレーションフォーチュンがありますねまだ見てないんだけどあれ楽しみガイリッチ私も大好きよしはい。というわけで来月はよしだって来月はねえオペレーション ポーチの話もできるとい,いです、ね、うん。え、九月でしょう。九月はね。九月、だから、何度か出てる。コカインベアと。コカインベア、はい。コ非常に気に入ってるコカインベアと。えっとよ、ジョンウィック。あ、ジョンウィック。そうですね。それと、私は、その、今さっき言った、あの、あれが気に入ってるんです。アニメの、えー、ミュータントタートル。はい,はいはい、はい、うん。 これ辺の話をまた九月のですね最終週あたりでできれば皆さんよろしければぜひ見てくださいはいそしてついでにながらあのこれに出てます出てるかとか知りませんけどあのコメントとかチャンネル登録とかねはい高評価を何卒よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえあ私今いっぱい言ったじゃんはいはいというわけで今ブロスが 明日は今日は今日,発売今日発売です10月号あこれはあら昨日何食べたの2人組が出てますね <laughs> 何それ、はい、同居生活特集号だそうですよああえ BL じゃないんだああこの2人は BL っていうのは完全な本物じゃないですかああそうね、うん だけど同居って言わなきゃいけないんだよ。ああまあはいろいろゲイだって言ったらダメなんだよ、ね。なんで知らないけど。うん、<laughs> はい、まあそういうことで。はい。はい。というわけで、な、え、ん、ー、ですか？いやブロス、ぜひ手に取ってください。<laughs> はい、じゃあまた次回。えー、よろしくお願いします。